県内にある自動車販売店の社員だが今日落ち葉やゴミを集める清掃奉仕活動を行いましたこの活動は奈良トヨタ自動車が平成4年から毎年続けています今日は県内8カ所で社員およそ300人が営業所の周辺を清掃しました JR 奈良駅近くにある店舗では集まったおよそ30人が 道端や公園に捨てられたタバコの吸い殻やペットボトルなどのゴミを拾い集めていきました。中にはビニール傘や壊れた掃除機などが見つかるなど、わずか1時間ほどで膨れ上がったビニール袋がたくさん集まり、社員らは町の美化活動に努めていました。